よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日はですよ、2月8月は居酒屋渋いと言われてる、そんな2月の売上報告をしていきたいと思います。今日はでもちょっと言いたいことあって、この動画流れるの3月9日、今撮影してるの3月5日なんですけど、私3月4日誕生日なんですよ。おめでとうのコメントください、お願いします。ありがとう。若いのにすごいよねって言われること正直多かったんです。まあそんなことないよって思いながら、でもなんかこの30になるっていうことはもう若いのにじゃなくなる年になるっていうことで、ちゃんとビジネスとして成功するためにはどん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 各店舗良くしていかないといけないし、店舗広げていかなくちゃいけないし、従業員満足度、顧客満足度上げていかないといけないなって本当に心の底から思ってます。もう若いっていうものがなくなった今、フラットな目で自分はどこまでできるのか、どうなるのか本当に見てほしいです。もしこの YouTube 見てくれてる人がいたら、そういう目でフラットな飲食店経営者としてこの林達夫がどこまでいけるのかっていうのをちょっと見てほしいなって本当に思います。いけるところまで行くし、逃げないし、とことん突き進みますんで、応援してくれたら嬉しいです。本気で飲食業界で戦いに行きます。ということで、早速2月の売上報告やっていきたいと思います。神田がですよ、売上全部税抜きです、367万円になりました。原価が108万円の 29.4%、 人件費が90万円の 24.5%、 家賃が26万円の 7.1%、 FLR の合計が 61%、 そんな結果となりました。光熱費が18万円の 4.9% で、衛生費が10万円の 2.7%、社保10万円 2.7%、 広告費18万円 4.9%、 雑費12万円 3.3%、 経費の合計金額が292万円で、営業利益が75万円、そんな結果となりました。まあまあ悪くないんじゃないですか、この調子で。まあいつも通りかなって思います、神田。ただただただ作態が神田はプラス6万円 1.6% だったんですね。これは今月、去年に比べて 1.6% っていうのは現状維持もしくはマイナスなんじゃないかなっていうのがちょっと危惧してます。3月は作態だいぶ良かったんで、私が最後に現場入った月で、それが過去最高、去年の3月は過去最高なんですけど、作態超えてほしいなと思いながら期待したいなっていうふうに思います。そして赤坂いきます。赤坂は売上458万円でした。で、原価が158万円の 34.4%、 人件費が109万円の 23.8%、 家賃が42万の 9.2%、 FLR の合計が 67.4%、 光熱費が18万 3.9%、 衛生費12万 2.6%、 社保15万 3.3%、 広告18万 3.9%、 雑費17万 3.7%、 経費の合計389万円で、営業利益69万円と、こんな結果となりました。まあまあいいっすよね。2店舗で140万ぐらい残ってて、でこれが2月ですから、まあ、最も悪いと言われてる2月にこれだけ残してることは悪くないんじゃないのかなっていうふうに思います。ただですよ、2月の末から3月頭にかけて神田は冷蔵庫壊れました。だいたい見積もり取ったら25万円、赤坂は入り口の扉がぶっ壊れました。見積もり取ったら70万円、なんで100万円ぐらいが修繕で持ってかれるみたいな感じになってしまいそうです。まだこれなんつきものなんでしょうがないなと思うんですけど、冷蔵庫に関しては2年ですからね、2年半しか使ってなくてぶっ壊れるのちょっと早くないって思ってます。まあ、ただ今なんか店舗数の担当の人が、いやこれ早すぎるんでちょっとメーカーさんもうちょっとなんとかできないか聞いてみますよって言ってくれてるんで、その回答待ちで、まあまあ25万かかんないかもしれないですけど、まあ壊れてしまいました。扉も、まあ、居抜き物件でもともと古かったんで、まあ、壊れてしまったらしょうがないなっていうふうに思います。でステンレスが高すぎるんでちょっとチャチーですけど、アルミで70万ぐらいの扉に変えようかなっていうふうに思ってます。で赤坂は作態費がプラス 46%、 211万円プラスでした。去年の2月ものすごく悪かったんです。過去最高に悪くて売上が247万円だったんですね。赤字ですよ、去年の2月は赤字だったんです。でこれが1年かけて倍近くになってるってすごいことじゃないですか。今すごい覚えてるんですけど、当時この2月3月に店長と話したのは、でもこれが1年かけて本当にお客さんが満足するようなこととか愚直に広告とかもやってったら400万で安定してちゃんと年間に数百万の利益が出る店舗になるよ、これ目標にまず1年かけてやってこうよって言ったのが去年の2月3月ですよ。
そっから過去数ヶ月の売上報告見てもらえれば分かると思いますけど、すごいっすよ。赤坂は400、500、600いくんじゃないかっていう月もあるぐらい売上が伸びてます。これは本当に、まあ、赤坂の従業員に感謝しなくちゃいけないなっていうふうに思ってます。まあ、3月はまた歓送迎会のシーズンに入るということで団体の予約増えてくると思いますし、まあここら辺ちょっと考えながらやっていかないといけないなって思うんですけど、3月神田の予約の入り方が去年と比べてだいぶ弱くて、これ何が原因なのかなっていうふうのを考えなかなくちゃいけないなっていうふうにもうすごく思ってます。で、一つ考えられるのが Google MEO がすごい落ちてるんですね、神田。これなんでなのか、今原因究明を早急にして改善して神田の予約数アップしないといけないなっていうのをちょっとまだ店長とは話してないですけど自分自身思っていて、今よく話す MEO に詳しい人と落ちた原因ちょっと聞いてるんですけど、これ改善しながらまた予約数売り上げ上げていかないといけないなっていうふうに思ってます。まあ、ただ一方でリピーターさんはリピーターさんとして神田は強く残ってるんで、まあ、このままの調子で作態超えるのはだいぶ厳しいと思うんですけど、18坪神田駅から徒歩5分以上歩く地下で、まあ、なかなか難しいゲームだと思いますけど頑張っていきたいなというふうに思います。株式会社デイジーでは現在創業メンバーを募集します。これからどんどん店舗を出します。優秀なあなたの力が必要です。もし少しでも興味あったらぜひ私にメッセージください。待ってます。次の店舗に向けて人材の配置替えします。神田の店長を赤坂に、で赤坂のアルバイトが社員になるんで神田の店長に、で赤坂の店長を新店舗に持っていく、そんな計画をしてるわけですけど、人が変わっても誰がやっても売れる箱にちゃんと慣れてるのか、また新しくアルバイトから店長になるって言ってる女の子なんですけど、女の子結構やる気あると思うんで、その子がどれだけ神田を盛り上げてくれるか、どうやってリピーター作ってくれるか、まあ、神田来てくれた人分かると思うんですけど、結構お客さんと従業員の距離近いと思うんですよ。でそれがいい意味でも悪い意味でも働くと思うんで、人が変わるっていうことを、まあ、楽しみながらまた来てくれれば、もし見てる人がいたらありがたいなっていうふうに思います。まあ、神田に関しては3月に入ってメニューブック変えました。まあ、このメニューブック変えたっていうのは、まずは価格書いて、やっぱ原価ものすごい変わってます。激動の2024年の始まりみたいなぐらい原価どんどん変わってるんで、まあ、これに対応して、まあ、この原価率だとやれなくて顧客満足度そんな高くないなっていう商品をやめて、満足度が取れそうな原価率低い商品に入れ替えるっていう作業をしました。あと純粋に価格の見直し、商品の変更、ここら辺をしました。うちの自社のリソースで今回メニューを初めて変えたんですね。今まではアサヒビールさんとか外注とかで変えたんですけど、自社でどういうメニューが売れるのか、どういうメニューが客単価を上げれるのか、こういう検証をしっかりして、ちゃんとこれから店舗を増やしていくにあたって自社のリソースでメニューを変えたんで、どういうメニューの作り方が売上上げれるのか、客単価上げれるのか、こういうところをしっかり考えて PDCA 繰り返しながら売上の最大化、利益の最大化、客単価の最大化を測りたいと思ったから、メニューを買いました。自社のリソースで買いました。まあ、これからこれが良くなればうちで他社のメニューとかも作れるようになっていく可能性将来あると思いますし、会社全体の利益を上げる方法を考えていきたいなというふうに思います。まあ、赤坂に関しても今ものすごい優秀なメンバーたちでやってる中で、従業員が3人、正社員が3人赤坂の店舗はいるんですけど、これは紛れもなく次の店舗の店長を育てるための3人だったんで、また4月から2人に戻るわけで、それでどれだけ売り上げを保てるのか、売り上げ下手したら上げれるのか、ここら辺しっかり考えてやっていきたいなというふうに思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。誕生日おめでとうのコメント本当にお願いします。めっちゃ嬉しい。ニヤニヤしながら私携帯見ますから、こっちだ、ぜひお願いしますよ。ということで、いいね、コメント、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。